人生で一番美味しかったチョコレートは何ですか？ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はファミリーマートが今ね、チョコだらけということで、チョコレートのデザートフェアをやっているので、ちょっとね、それを動画にしたいと思います。でですね、先日ですね、このANA ポケットで500円のね、お買い物券、ファミリーマートで使える500円のお買い物券が当たったので、ちょっとね、このお買い物券を使ってファミマでお買い物しようと思って、ファミマのウェブサイト検索しましたらですね、はい、こんな感じでね、ファミマがチョコだらけということで、キャンペーンをやってましたと。で、結構ですね、チョコすごいですね。このフォンダンショコラ、濃厚ショコラ、レール、チョコクリームインマドレーヌ、チョコレートドリンクとかね、本当にチョコ好きにはたまらないね、チョコだらけフェアって感じですね。はい。で、結構ね、本当にね、濃厚ショコラロールとかね、すごい美味しそうですね。あとこの濃厚滑らかショコラケーキもね、美味しそうだし、フォンダンショコラ、エクレア、あとこの辺のね、なんかパンも美味しそうなんですよね。たっぷりチョコホイップのキューブディニッシュとか、あとこのマドレーヌとアイスもそうですね。あとチョコレートドリンク、これもね、すごく気になってるんですよ。はい。ね。はい。で、チョコプレッツェルとかもね、わかりますよね。これ、見ただけで美味しそうっていうのがね。あとは生チョコトリュフとか、ね。あとはシミチョコですね。シミチョコと、あと、イチゴもあるんですね。イチゴとあとバナナと。はい。こんな感じで、はい。チョコレートフェアやってますと。で、ね、今回500円分のお買い物券ということで、この中から500円分をね、ちょっと選んで、どれがいいかなと思って、はい、選んだ中で、こちらの2点に絞りましたと。はい、濃厚フォンダンショコラと、濃厚滑らかショコラケーキということでね。で、これなんですけれどもね、税込み268円、税込み248円ということで、合計で516円ということで、500円のお買い物券だとね、16円オーバーしちゃうということで、なんかないかなと思って調べてみましたらですね、LINE クーポンね、で、ファミマのこのデザート、今まさにね、20円引きということでやってましたので、でこのね、クーポンなんですけれども、1会計1枚のみなので、ね、会計1回でやっちゃうと20円しか引かれないんですけれども、ね、1個ずつ買うとそれぞれ20円引きになると。で、まあ今回はね、クーポンを使うので、まあ一緒に使うしかないかなと思うんですけれども、はい、これでまあ20円引きになるということで、このね、2つの、はい、チョコレートデザート516円分を LINE クーポンの20円引き使って、で、さらに500円のお買い物券を使ってということで、まあね、実質無料で、ただでデザートを買ってきましたということで、ね、今回試食してみましたと。はい。じゃあですね、早速なんですけれども、まずね、こちらの濃厚フォンダンショコラということで、シンプルながらもチョコの濃厚さと口どけの良さを追求した商品です。そのままでも美味しいですが、温めることで中のチョコが溶け出し、とろりとした食感も味わえます。エクアドルスペシャルを 52% 使用してますということでね、麦とろということでね、これね、じゃあ温めて食べてみましょうかということでね、早速、はい、食べてみましたと。はい。パッケージこんな感じですね。濃厚フォンダンショコラということで、はい。で、これがですね、パッケージの裏面になりますけれども、まあ、269キロカロリーとね、おにぎり1個分よりちょっと多いくらいですかね。はい。ということで、はい。結構ね、カロリー気にしながら食べましたけれども、500ワットの電子レンジで20秒ということで、はい。早速ね、電子レンジで温めてみましたと。はい。こんな感じなんですけれども、これをこのね、紙をこう開いた時にですね、ちょうどこの温まったせいかケーキもこう割れて、こんな感じでもう中のチョコがとろっとね、溶け出してきましたと。で、これがやっぱりね、この溶けチョコがやばくてですね、はい、こんな感じですね。もう見るからにもうチョコチョコしてとろっとしていてね。で、これをまあ食べたんですけども、まあ本当に濃厚でしたね。はい。ね、とろっとしているのと、あとこの溶けたチョコレートと、ね、このチョコスポンジのまろやかさがいい感じですかね。はい。なんで、チョコ好き、チョコケーキ好きにはね、本当に
美味しい感じですね。あとここの中のドロッとしたチョコも美味しいんですけど、この上のね、このチョコもチョコクリームも結構濃厚で美味しかったです。はい、なのでね、はい、まずはフォンダンショコラね、まあ期待した味っちゃ期待した味なんですけども、まあやっぱりねチョコ好きには本当に美味しかったですというのと、あとはもう一つですね、この濃厚なめらかショコラケーキ、これがですね私的にはすごく美味しかったです。生チョコレートのような滑らかでしっとりした口どけの良いケーキです。風味の異なる4カ国のカカオ豆のファミリーマートオリジナルチョコレートを使用しました。カカオニブをトッピングすることでよりカカオの風味を味わっていただきますと、はい、いうことですね。はい、でこちらが商品になりますけれども、はい、で裏面で一応撮影しておきました。273キロカロリーということで、さっきのねフォンダンショコラと同じちょっと多いくらいですかね。はい、で結構ねちっちゃいんですけれども、まあ見た感じね、もう本当に濃厚っていう感じが伝わってくると思います。はい、で、まあ、早速ね食べてみたんですけれども、まあそうですね、個人的にはこちらの方が僕は好きでした。もう本当にね、なんだろう、生チョコっていう感じでね、見て大体わかると思いますが、ケーキの部分って本当にこう一番下のねところしかないんじゃないかと、ほとんどね、生チョコですかね、はい、っていう感じで、すごく滑らかで、もうなんだろうな、うん、チョコ好きにはたまらない、生チョコ好きにはたまらない感じでしたって言って伝わるかな。はい、でですね、これ食べた時にすごくね、あの昔もう私がもう人生で一番美味しかったチョコレートを思い出しましたということで、こちらなんですけれども、カカオサンパカっていうね、まあ、スペインのチョコレートカンパニーなんですけれども、まあ、日本にもねいくつか店舗あります。でこのチョコレートがですね、もうね今ちょっと売ってないんですけども、レアルショコヌスコということで、ちょうど10年前くらいですかね、私まだあの妻と結婚する前に、妻がバレンタインの時にねこれあのプレゼントしてくれたんですけども、初めてこれ食べた時に本当に、あ、こんなに美味しいチョコレートがあるんだと思って、もうものすごく感動した記憶があって、でこれなんですけども、もうね売ってないんですよね。はい、2013年4年くらいに売ってたチョコレートだと思いますけども、今ですねカカオサンパカのねウェブサイト行っても入手できませんので、もうね再発売してほしいんですけども、で結構ですねこれちっちゃくて、本当にねどれくらいですかね、3、4センチ角くらいのねチョコレートなんですけども、それで1560円ってね、多分今だったらもう2000円超えるくらいの値段つくんじゃないかと思いますけども、ただですね本当にこれくらいの金額出しても、もう何ですかね、満足するくらいの本当に美味しいチョコレートでした。だからね本当に今でも売ってればね、本当にこの金額出してでも食べたいくらいのチョコレートなんですけれども、これとまあ同じくらいっていうか、これに匹敵するくらいの今回のねこのファミリーマートのねチョコレートでしたと。これがねあのカカオサンパカのレアルショコラヌスコなんですけど、これもねなんかケーキみたいな感じするんですけれども、全然ケーキじゃなくて本当に生チョコそのものっていうね、この切り口見てわかると思いますけど、このツヤ見てわかると思いますけれども、本当に生々したチョコレートで、でやっぱりねこう比べてみると色が全然違いますよね。はい、やっぱりカカオサンパカのチョコレートもう本当に見た感じ濃厚っていう色ですよね。はい、それに比べるとやっぱりちょっとねまだまだ甘いかなと思うんですけど、ただですねやっぱ食感とかはもう本当にね、まあ10年前なので本当に記憶が曖昧なんですけれども、本当にカカオサンパカのこのレアルショコヌスコと同じくらいの、まあ、食感だったように感じました。なのでもう今ね食べれないこのショコヌスコなんですけれども、まあファミリーマートのこのねチョコレートで、まあ、気分は味わえるのかなと思っていますので、ちょっとねしばらくはこちらハマりそうですと、はい、いうことです。はい、ということで今回はですねファミリーマートのチョコだらけフェアということでね、その中からまあ2点ほどね私がピックアップして試食しましたけども、本当にねあのチョコ好きにはたまらないイベントなのでね、もしチョコ好きな方がいればファミリーマート行ってチェックしてみてください。このチョコフェアがね多分今週いっぱい
敗くらいなのかな、あの LINE クーポンの有効期限がね11月18日になってたので、多分それくらいで終わっちゃうんじゃないかと思いますのでね、はい、チョコ好きの方は急いで、はい、ファミマに行ってみてくださいっていうのと、やっぱりですね、今回ね、なめらかチョコケーキ食べてみて、このねカカオサンパカのチョコレートを思い出したので、やっぱりねこれ本当にもう一度食べたいなということで、まあね、世の中には本当に美味しいスイーツ、美味しいチョコレートたくさんあると思うんですけれどもね、私もね多分知らないのたくさんあると思うので、ぜひですね、あなたの人生で一番美味しかったチョコレートね、コメント欄で教えていただけるとね、私も多分食べたことないものまだまだいっぱいあると思うので、ぜひね、あの皆さんの美味しいチョコレートを共有していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
ー。